朝来てると。結局お待たせしております。朝来てるし、もう3回ぐらい来たとか言って文句言ってて、行きますか。はい、はい、はい、こんばんは。あれ、皆様こんばんは。はい、こんばんは。島くんインスタライブモップチャンネルです。はい、今日もよろしくお願いします。はい、あ、寂しいけど。寂しいね。はい、今日は、うん、結構もう夏物割とご紹介はしてるので、うんうん、何にしようかなって考えた時にですね、うん、この春夏の、うん、もう一番人気と言っていい、ダントツ、ダントツ、シマーク全店で、はい、ダントツ人気のある、はいはい、あったある、現状、そう、あった、 ING ですね。そうです、現在進行形ってやつ。現在進行形、しかも完全にサイズ切れ起こして、色切れサイズ切れ起こしてたんですが、明日明後日かまた全色全サイズ揃い直しますっていう形ですね。はい、はい、それがこちらの裾の折り返し風のデニムになります。はい、こちらになります。はい、これがもう春3月ぐらいから展開したんでしたっけ。はい、もうめちゃくちゃご好評いただいておりまして、うん、前職を求めの方も少なくないぐらい、本当本当とても人気のデニムです。うんうん、これがね、今回とってもありがたかったの、特に自由が丘店は新規のお客さんばっかり、フリーのね、まだ固定客がそうそういないので、うん、入ってきていただいた人にまず履いてもらうとほぼ決まるという、うんうん、すごい、うん、もうマジックですね。だってデニムなんて大体持ってるじゃないですか。そうなのに、そう、新たに1本いいなって思わせる、はい、いろいろがあるわけです。はい、はい、まさにそんな感じです。そう、通称紙デニムって言われてるらしいんですけど、ゴッドの方、ペーパーゴッドの方あ、ゴッドね、はい、ゴッドの方の紙デニムって言われているデニムで、うんうんうん、このまずはこの裾が折り返し風になっている切り替えが特徴になります、うんうんうん、ね、別になんてことないんだけどね、履くとこれ女心をくすぐるのかな。このデニム、はい、今うちブログ、あ、じゃあ店頭と販売する場って店頭とホームページと2種類あるではないですか。はいはい、正直言って、うん、ホームページでご注文いただいた方っていないんじゃない？ほぼいない、うん、ゼロに近いね。ゼロに近いんです、うん、正直言って、うん、で店頭だけで何百本出たんだろうって、うん、いや店頭では超超超人気なんですよ。もう半端ないね。なんでホームページで注文来ないのかなって思っちゃうんですけど、だってカメラ越しにっていうの、これなんていうんだろう、カメラで、画面越しに、画面越し、画面越しにパッとしないもん。そういうこと。結構ブログで、ね、ブログでもライブでもかなりの頻度で来てるんですけど、うんうんうん、パッとしないもん。オンラインをご利用くださってる、うん、こう例えば何回もこう、うん、うちをね、うん、うちの洋服を信用してくださって、うん、ご利用くださってるお客様って、うん、多いけどね、割といらっしゃるんですよ、日本全国なのに。どんなに押してても、うん、このデニム注文来てほぼゼロ、ゼロっていうかゼロだね。そう、もう1人か2人ぐらい、1人か2人あるかなぐらいなんですけど、うんうん、なんですけど、うん、だってめっちゃ人気なのに、うん、すいません、今さらながら画面越しにパッとしないの。履いててもダメ、うん、履いてるとまあまだいいけど、うん、これ
履くとやっぱね試着ですかね、うんうんうん、これ。あ、じゃあこれはまずいただくっていうケースになる。もう絶対で大体1色だけじゃなくて2色とか、うんうん、後からまた買い足してくださる方めっちゃ多いぐらい、うん、ものすごい優秀なんですけど、うんうん、なぜかオンラインでは不人気、うんうん、もう一回ジャグパンツの方が、ね、あもう圧倒的圧倒 的、ね、うん、これめっちゃくちゃ評判今さん。ただね、あのオンラインでブログとかライブでご覧いただいている皆様には意外かもしれないけれども、はい、うん、シマークではこの春夏ダントツ人気です。ダントツです。300本以上売れてますね、はい、3月からやってね、うんうん、なので、うん、再入荷するので、うんうん、もう一回ご紹介したいかなって、うん、ウエストのところをさズームアップでちょっともう一回見てもらいます。これね、あの見ていただいてる方ご来店ちょっとねいただけないで、いつもこう、ね、そうライブで、うん、ライブとか写真でブログでご覧いただいてる方本当にこれねパッとしないよねって感じでしか、おそらくね、うんうん、結構押してるんですけどね、そう何をこんなに望月さんそうそうそう入れ込んだようにね押してんだろうって、えデニムじゃんジーンズじゃん。しかも、ねうん、ボーイフレンドっていうにはちょっと細身の、うん、スリムというにはちょっとボーイフレンドな、なんかある種中途半端くないみたいな。私正直、うん、もうブログでもう楽しみに紹介して、うんうんうん、もう日本全国の島区のいろいろサイト見てくださってる方にめちゃくちゃ喜んでもらえるだろうと思って、うん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 、もう意気込んでご紹介したんですけど、うんうん、誰もだね、誰もです、はい、本当にねゼロそんな感じですなんかなんでこんなに分かりにくいんだろうみたいな感じになっちゃって、うん、さ超いいちょっとびっくり、品履くともう超感動されるんですけど、うんうん、はい、ジャンプでちょっともう一回、ね、まずですね、あのその裾の折り返しのデザインもそうなんですけどあ、先日堺の高島屋で見ましたよって、レント君ラブさん試着したらね、これきっとその高島屋で買いますよ、うん、買いますよ絶対ね、うんうん、まずウエストが本当にすごいこれ、はい、それでその折り返しのデザインもすごいよくできてるんですよね、うんうん、ここがなんかちょっとこう一段下がった形で折り返しっぽくなってるんですけど、うん、これがあの履いた時に前側の足が極力長、うん、とても長く見えて折り返し、うん、で後ろは何ていうか単調にもなってないこの感じが意外に効果的なんですね、うん、でこれがね、これがもうあるとないと全然違います、うん、ここの部分がちょっとたんまり、はい、レッド君ラブさんね、堺の高島屋で見てもあパッとしないなってきっとおそらくご覧になってたと思う。これ履くとびっくりだよね。そういうことか、うん、おそらくディスプレイしてあるのを見ても、うん、なんで今更的な ね、ディスプレイもあんまり反応ないんですよね。そう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 あの何かのこう試着のついでに履いていただいたりとかすると、うんうんうん、その試着したかったそれ以上にこっちが人気なんですけど、うんうん、もう一元のお客さんにはこれね最強、履いてもらうと決まるという、本当変な言い方だけどね、そう不思議なパンツ、そうなんですよ、メリハリがないからね。あ、シマークさんでこれ ありがとうございます。あ、じゃあ数少ない数少ない一人か二人のすいません、なんか、うん、結構買っていただいてる方多いんですけどねレント君ラブさん、すいません、おそらく一人か二人だ、一人か二人ですよね、うん、ね、すごいレアな、本当にこれね、ありがとうございます、リアルに買っていただいてるからこの良さも伝わってるよね。私もその一人ですが、そうなんですよこれびっくりするぐらい、うん、無反応で、うん、このレアさんこれ、うん、もうだって見た感じえ、なんで望月さんこれ意気込んでおすすめしてんの、ね、んデニムちゃんどこでもあるんじゃない、詰めてんのみたいな、うん、無地でもね、ユニクロでもありそうじゃんって、でしかもブリーチが入ったとか言って大喜びとかしてるんだけど、そうそうそうなんでみたいな感じですよね本当に買わない本当に注文来ないで、うん、あの、うん、来てほしい来てほしいと思ってのライブじゃないんですけど、うんうん、その良さが思った以上に伝わってないことにちょっと衝撃を受けたっていうか、うんうん、こんだけもう変な話でも今までパンツで速度としては一番だねこれね、ジョグパンも、ね、ジョグパンとかもねもう6年やってて、はい、年間に
どうだろう、やっぱり2、300本ぐらい売らせてもらってるけど、ダウンパンツが人気ですけど、ね、うん、これ2ヶ月、3ヶ月弱で300本ぐらいいってますからね、今までで一番かもしれないけど、でもこうやって手に持って画面越しで熱く語っても伝わらないと思う今日のライブはなかったことになるんだろうか、うんうん、はい、すいません、ちょっと余談になりすぎるけど、それだけはパッと見パッとしない、ちょっとね、笑えてくるレベルに、うんうん、あのスルーで、はい、それで、うん、そう、本当に変わんない皆さん本当に、うん、笑えるぐらい、そうなんですよ、で、うん、ここがこうでしょ、はい、でウエストが普通にファスナー仕様なんですけれども、うんうん、なんと、うん、内側に全周ゴムが入っていて、うん、とにかくここの伸縮がかなりすごいんですね、うん、で全然苦しくなくって、うん、フィット感があって気持ちいいぐらいなんですよね、うんうん、であとデニム自体が、うん、もうかなり伸びるので、うんうん、こんなにビヨンビヨンなんですが、うん、あのいわゆるその、うん、コンフォートデニムみたいな見え方じゃなくて、うん、あくまで綿のデニムっていう見え方をしているから、うんうんうん、あの自然なんですね、うん、すごく、そうです、そうです、それがねやっぱりこれポイント、デニムなのね、そうちゃんとデニムなんですね、はい、だからイスコデニムもすっごく人気なんですけど、うん、イスコデニムのがちょっとエレガントに見えるぐらい、エレガントで綺麗ね、綺麗、うん、でこっちはもう本当に普通のメインのデニムっていう見え方をしていながら、うんうんうん、イスコデニム同様にめちゃくちゃ履き心地がいいって、うん、すごいおすすめなんですよ、うん、この花屋さんあれじゃない、ウエストゴムなんかあまり必要ないんだよね、そうですけど、ね、でもウエストが多分華奢だから、うん、華奢だよね、フィット感があって逆にいいかもしれないですね、ずれない、うん、きっとね魅力ですこれ本当になんか何なんだろう、ね、ちょっと不思議、ちょっと不思議ですね、うん、ここまでなんか伝わらないアイテムも、うんうん、ないね、ないっていうぐらい、うん、あれなんですけど本当だよね、はい、残念ながら見ていただいてる皆さんの手元にこう瞬間移動してね履いていただきたいよね、履いていただきたいぐらい本当に、でその前後の折り返しのね差が何なのって感じよね、逆に言うと、そうなんですよ、ここの差がね、だからそれがどうしたのみたいなね、だからこれも画面で見てるとあんまりなんかパッとしないんだと思うんですけど、実際には履いたお客様がみんなここがいい仕事してるとか言われるんですよ、なんか、うんうんね、なんかなんですけど、そうそう、お会いしたことないのによくわかりますねって、粉田屋さんはもう最初からだいたいイメージわかってますよ、うん、で、ちなみに XS も注文可なので、うんうん、そうですね、XS もできます、うんうん、だいたいの方は S なんですけどね、はい、で、色違いうん、もう最近は、まあ、でも今回これね全色人気ですね、うん、今履いてる黒とインディゴ、うんうん、黒とインディゴは特にこの折り返しがはっきりしているので、うんうん、いいなっていうのがあります、うん、でこのブリーチ、うん、これもこの色がいいんですよね、うん、このちょっと優しい色が、うんね、それでちょっと人気ですね、うん、ブリーチの場合はこういうちょっと薄い水色の折り返しになります、うんはいうん、いやー本当に不思議、こうやって見てるだけで、そうで全然こうやって見てても、うん、で何がいいんだっけみたいな感じだよねで、なんかなんていうのこう、伸び伸びでちょっとダサい感じのデニムあるじゃないですか、うんうん、そういう見え方しないですよね、あ、そうそう、それはないのね、すごくね、誰が履いてもちょっと若々しいっていうか、うん、そうそう、一つだけ明確なのはボーイフレンドジーンズっていうメーカーは銘打ってるんだけど、ボーイフレンドのシルエットよりはかなり細いのね、細い、一般的なねスリムタイプですよね、うんうん、要するにさ、うん、男の子っぽくないの、そこまでのボーイフレンド、緩い感じにならない、うん、かといってスキニーとかスーパースリムに比べると
程よい緩さがあって、うんうん、そうなんですよ、うん、程いい緩さはあるんです、うん、購入された方のコメントとか見たいですねって、あのね、本当にリアルに来ていただいてる人たちね、大体皆様買われてるんですけどね、大体、うん、買っていただいてる、大体色違いで、うん、あの白が出たら白を買い出してくださったりしてるんですけど、うん、そうそう、ライブをご覧の方でお持ちの方って多くないかもしれないね、うん、なぜなら、うん、と近くの方があんまり見てないから、うん、そうかな、ライブね、ライブ、そう、その、うん、オンラインで、うん、あのスルーされてる方がほとんどなので、うん、ライブを見てる方は そうだよねあんまりコメント入んないんじゃないか、うん、あ、レント君ラブさんがコメントいただいた、とても履きやすいですよですよね、うん、もう何がっていうか、いいんですかね、うん、堂々とデニムなのね、そう、堂々とデニムでちょっとだけ気が利いてる、そうなんですよ、うん、で丈もすごいいいんですよね、そうですね、そうですね、もうなんか、うん、今の瞬間瞬間でこれ履いたらフルレングスがちょっとね、うんうん、見栄えしないぐらいにちょっと感覚的な新しさもあるんですよ、うんうんうん、あとこれロールアップしてる風っていうんだけど、やっぱりロールアップしてない分だけ厚みが出ない、そうですね、この厚みの出なさはポイントなのかな、ロールアップってね、私とかそうなんですけど、うん、ややもすると、うん、すごい足が太く見えて、うん、短く見えるんですよ、うん、重さが下にたまる感じでね、そうそう、うん、で裾がすぼまるじゃないですか、うん、あのね、このレアさん買ってみて、本当です、これね、もう信じらんないぐらいいいですよ、本当に、もうね、3年半ライブ始めてずっとね、お付き合いこうしていただいて、だいたいこうイメージ分かってますから、サイズだけだよね、 S で平気じゃない、うん、S か XS か、ね、XS だね、はい、いや、もうだからこのね、なん、うん、本当にね、分かります、ロールアップ鬼門ですよね、そうなんですよ、裾のたまりがやっぱり嫌なのよね、もう絶対無理、うん、なんかちょびっとしたロールアップでも私がやるとすっごい足、うん、あの太く見えるから、うんうんうん、もうなかなかちょっと難しいんですよ、うん、細い足の人ならいいんですけど、うんうん、ダメダメ、うん、これはでもとにかくね、ちょっとね、ファッションを語ってんのにリアルに実用性とちょっとなんかあまりの評判の良さを語るっていうのもなんですけどね、なんかでもちょっとねこれがこんなにもネットで人気がないのがちょっとね、あの、わかんないんですよ、うんうん、不思議なライブだねこんだけ一生懸命やっても誰も、皆さんにぶつけるっていう、ラブさん一人だけで買ってくれたんです、すいませんけれども、すごい、そういう意味ではレント君、でもこれ、うん、履かないなんて信じられない、おで店頭では皆さんね、気に入っていただくよね、そうなんですよで、だいたい S で7595の方、うん、M で911の方、うん、L で1113の方なんですよ ね、うん、なんかいつもよりもちょっと小さめ、うん、小さめでいいような気がします、こんな企画いいと思いますよってなんかちょっとね、向きになっちゃいますけど、向きになっちゃう、うん、ネタだねでも結構これ、うん、丈もそうだし、うん、ここの軽さがあるので、うん、あのバランス取りやすくてライブでもブログでもしょっちゅう使っちゃうぐらい、うん、あの使いやすいんですよ、はい、合わせがしやすくて、はい、で、はい、いいんですよしかも皆さん一緒に考えてほしい、この白、うん、ロールアップの効果全くないのに、うん、めちゃくちゃよく出るね、そう人気なんです、ロールアップの部分がまあ白白だから全然意味ないんですけど、うんうん、でもこれがあるとないで違うんですよ、もしかしてこのもう全然在庫が切れちゃってたんだけど白が一番早かったね、そうですね、はい、入ってすぐ出ちゃうのは、はい、でほとんど透けませんし、うん、あの例えば最初に黒とかインディゴとかを3月とか4月に買われた方が、うん、あの白を買うとか、うん、そういう買われ方も、うん、多いです、うん、やっぱ夏は白いるな、うん、みたいな、でもどう見ても意味ないんだけどね、そう白白なんで、はい、
そう、全然意味ないんだけど、でもここのやっぱりそうだ、私はこの白が一番お気に入りですって。あ、そうなんだ、うん、あ、白で太く見えないパンツがすごく欲しいですって。これだ、これこれだ、これ、うん、もうね、おすすめです。白白がね、これあと透けないのね、それがいいのかな。そうですね、基本ね。あとこのやっぱ綿っぽい感じ、うん、いや綿だから。あ、そうそう、ちゃんと綿な感じが見えますかね、うん、がやっぱりいいんですよね、うん、これはね本当にいいですよ、すっきりね、うん、やっぱり裾のこのシュッとした感じが、うん、このデニムは特徴なので、うん、とてもいいです。最初迷ったのね、白はね、白入れる前にこの、そう、黒と紺と、ブルーこちらからスタートしてね、ファーってすっごかったんで、でちょっとだけなんかこう箸休め程度にね、白も入れてみようかっつったら圧倒的に白がね、そう、強い。もう白待ってましたみたいな感じで、うん、白はもうめちゃくちゃ人気です、はい、うん、ああ、うん、そうですね、これライン綺麗に出ます、絶対おすすめって、なんとありがたいコメント、嬉しい、うん、ね、伸びるタイプは足のラインを拾いやすいので何本も失敗してます。ああ、だったら余計だね、うん、ちょっと履いてみますね、うん、そうだ、これはね、ああ、なんかわかる気がする、履かない白ね。あとテンションが効きすぎてても嫌だよね、あのちょっとね、あれみたいで、なんていうの、男の人がよく履いてる、うん、あのほらバレエダンサーとかが履いてるタイツみたいな感じとかさ、うん、この白はねすごいですよ、普通にデニム、普通にスリム、マイクロスリムじゃない、普通にスリムな感じのボーイフレンドデニム。嫌です、嫌ですね、このデニムのもう正々堂々デニムっていう素材感でストレッチがびっちり効いて、あのイスコデニムの綺麗なストレッチの感じじゃなくて、もうデニム、すべてデニムって感じです。でもか、あ、でも私はイスコデニム派なんですけどね、全部、お、うん、全部あのお持ちだからね。イスコデニムは女っぽいんだよね。そう。綺麗でね。そう、綺麗なんです、ね。うん、こっちはもうが、お、やっぱり白いいじゃん。粉田屋さん、なんかピンポイントにおすすめになっちゃったけど、白のこのデニムで、ほら、こんな感じになります。いいでしょ？こんな感じですね。なんとなくね、あの。ずっとこうなんだっけ、ライブのお付き合いの中で割とモッチーと雰囲気似てるような気がするの、この辺りさ、うんうんうん、全体のね、サイズ感も私よりもちょっと華奢かも、うん、もうちょっと女らしくてもうちょっとさっぱりした性格だと思う、きっとね、うん、勝手に勝手に勝手にそう、うん、そうです、確かに、うん、おそらくこのまんまいけるよ、あ、写真撮ってくれ、あ、ごめん忘れてた、はい、こんな感じの白になります。はい、これいいのよね、はい、はい、結構白はそんなに可愛くありませんっていやいや、いや、なんとなく、なんとなくね、パッションさんの分析は、うん、結構当たるよね、結構当たる、うん、そうなん、それで俺だってよくお客さんからあなたってもう昔から占い師でもやった方がいい儲かんじゃないとか、いやそれ自分で分かってるとか言って、ね、あの1号店の目の前でテーブル広げて占い師計画ありましたよね、そうそうそう、あなた洋服屋さんより占い師やった方がいいわよ、結構何でもね、うん、言えちゃう、そう、あなたの人生見ながら当てられちゃう、見通しますみたいな、見通しますはい、な感じになります、うんうん、で本当に白白なんで、うん、折り返しっぽくないじゃんと思いつつ、決まってんだよね、なんか締まるのね、そうなんですよ、うん、これがあるとないで全然違うんですよね、うんうんうん、そうなの、そうなんですよ、
結果的にこれが効いてんだよね。効いてる。不思議なパンツ。そう。こういう他のパンツでいいってわけでもないんですね。うんうんうん、後ろもシュッてするし。うん、出が白になります。うん、とにかく、あ、で、黒さっきの。うん、何気にブラウスを着替えたのね。あ、はい、何気にブラウスを着替えて、うん、このブラウスね、売り場にかかってるとピンとこないんだけどね、あんまり着るとすごい可愛い、すごい綺麗、あのラインが綺麗ですよね、はい、サイズ感と、うん、なんかもっこちゃん女らしく見えるよ、このブラウス。あ、なんかこのブラウスそうさせますよね。うん、させる、ね、させる、うん。こうなって、なんか締まるところ締まって、うん、こう広がってる感じがすごい可愛い、うんうん。お尻ポケットの位置は大事。うん。ここになるんですね。はい、はい、大事です。いい具合についてますよ。完全のマンツーマンになってきたね。大事ですよね。まあ、こういうのは大事。うん、もうむしろ楽しいね。うん、何でもお答えしますよ、うん、このデニムについて。はい、本当に。これが黒になります。はい、いいよね。はい。もうで黒のが今こう。いやいや。いやいや、あのね、むしろ楽しいので。ね、こういうやり取りもね、むしろ一番、うん、なんかライブっぽくていい、ね、はいはい、モップチャンネルは求めてるね、はい、はい、これが、はい、超おすすめの、はい、この春夏、うん、あらゆるアイテムの中でダントツ人気。デニムって基本的に春と秋が一番大スーパー活躍するじゃない、気持ちもリフレッシュ。ほらこれから7月、8月の、そうか、うん、もうなんていうの、真夏を迎えつつ秋に向かっていくじゃない、ジャストタイミング。そうですね、うん、これからね、ちょっと気分、うん、秋に向けても気分が変わるアイテムになりますね、うんうん、すす、秋には絶対必要ですからね。いや必要必要、もうね、今からおすすめしたい。なんかね、なんかね、あまりにもね、こう伝わんないからね、ホームページ本当に、はい、めっちゃいいんですよこれしつこいね、しつこい、うん、もうでもね、買っていただいた方たちがあのコメントいただいてるから、ね、ありがたい、はい、本当に履いてほしいね、はい、いや、あの程よく綺麗めにも使えます、うんうん、おすすめです、うん、でこれが今履いてるのが S サイズになりまして、うん、あと ML あります、うん、ですね、あの場合によっては XS の取り寄せもできますし、XL の取り寄せもできますけど、基本的にどうだろう、13号から15号に近い方までいけるね。そうですね、うん、L でね、 L でね、うん、はい、で S は結構ねあれなんですよ、自分よりもちょっとだけ小柄なお客様で、うん、XS かなと思いきや S でいいですって言われたことが2、3回あったので、うん、白の M だとどんな感じですかって。白の M はもう気持ち当たり前だけど、ほわってなるね、ほわってなります、うんうん、白の M、うん、あったら履いてみたらどう。少々お待ちください。望月に聞け、何でもやります、何でも答えます。じゃこれが S ですよ、はい、S ですね、うん、いい感じ。じゃこれ M を履いてみます、はい、モッチーさんは S を履いて日常的に S を買ってますけど、クマは XS だね、はい、取り寄せてね、はい、だからどう履きたいかによりますね、うん、よりピタリ履きたかったらあれなんですけど、うんうんうん、ゆるく履きたいかな、白は、うん、結構ね、使い分けされる方はいらっしゃるけどね、あのジョグパンツはウエストリボンのあれは白に関しては皆さんワンサイズぐらい、あのちょっとゆるく履きたいっていう方は多いですけれど、
これに関してはどうだろう、自分の中ではこのあたやさん S でいいような気がする。まあどちらにしてもちょっと見てくださいね。あと皆さんも何か質問とか、こうしてみてくれない、こういうのと合わせて着てみてっていうことがあれば、どんどんコメントください。何でもやりますなんせモップチャンネル。モップチャンネルはコーディネートを主としないで商品の紹介を主としてますからね、はい、でも聞いてください、はい、これが M サイズになるんですけれども、うん、はい、どうぞ。まあ少し緩く感じね。そうですね、うん、足に分かりますかね、足がね、あ、そうそう、あともう一つ聞いてくださいね。異常にちょっと細い方いらっしゃって、その足の細さが嫌で、うちもう世の中のどのパンツも合わなくて、一つだけうちでその異常に細い足がカバーできるパンツがあったっていうのがダウンパンツだったの、はあはあ、冬の、はい、これだけはね、私のもう足の細さを逆にね、あの隠してくれて綺麗にあの履けるから、もうこんな、うん、ありがたいパンツはなかったのよっていう来られたお客様がいて、でこれを勧めたの。そしたらやっぱりこれも、あ、足の形を消してくれるって言って、逆に異常に細い方、異常にっていうか本当に、はいはい、どうだろう、157、8センチで40キロないぐらいの方、うんうん、もう全体細いんだけど、いらっしゃいますよね、足は特に細くて、細く見えすぎたくない、うん、そうその方に S を勧めたら、はいはい、あ、これ足の形を消してくれるって喜ばれた。なるほど、っていうことがあります。なるほど、はい、あの確かに膝から下が、うん、あのこういうスキニーと比べてピタピタしすぎないのが、うんうん、足がスッと見えていいかもしれないですね、はいはい、うん、でおそらくこのダヤさんの足にコンプレックスっていうのは、足のちょっとこうラインっていうの、形とかそういう部分だと思うんだけど、君も綺麗に見えるもんね、うん、XO 客みたいな感じなんですけど、XO 客みたいな足だけど、わりかしこれだとまっすぐに見えがち、はい、望月さんどうですか、 M は緩いって。 M はあの履けるんです。でウエストもさっきの S に比べるとソフトタッチな当たり方なんですけど、全然履けるんですけども、あのまずここがちょっとね、緩くなる、落ちてくる感覚、ウエストはなんか、まあ、止まるんで平気なんですけど、なんとなくここが緩く落ちてくる感覚があるのと、全体にこう下に下に落ちてくる感覚があるのと、こっから下が太く見える。あ、逆にね、ここが、うん、そうだね、そう、あ、そうだ、うん、女の人ってそういうところ気になるんだ、ここ、ね、そう言われてそう思った、ね、さっきもちょっとフィットしてたけど、ここが太く見える。で、あとこういうところの余りがちょっと多くはなるかなっていう感じはします、うんうんうん、ヒップはね、あのもっこちゃんね、ちょっとヒップは割とパーンってしてるからね、うん、そんなに変わんないけど、も太もも、うん、のところのちょっと余りとかがもったいないね、うん、かなって思います、うん、なら、あのストレッチ感っていうのは確かに S の方が感じるんですけど、うん、そのよくあんまりこうちょっと緩く履きたいっていう方もいらっしゃるんですけど、うんうん、履き比べないと分かんないんです ね、うん、そうだね、その違いって、うんうん、だからちょっとね、あのおそらくね、あのまあ勝手にこれ決めつける話じゃないけど、やっぱりフィットさせた方が綺麗、あの足の形を拾わない良さがあるの、これ、ね、素材的にね、ちょっと、ね、はい、厚みがほどほどに厚みがあるので、そう、余らない方がいいです、ね、絶対いいです。で、あ、そうそう、それで他のお客様から、はい、その、はい、あの買われて、うん、その後の話とかも聞いてたんですけど、うんうんうん、あの例えば L で、うん、ピタッと履いて、うん、ピタッとなっちゃったお客様がすごい悩んで、うん、でも買われてったんですよ、うん、で後日聞いたら、うん、少し馴染んでちょうど良くなったっておっしゃってたので、うん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 、若干は馴染むことを想定して
サイズ選んでいいかもしれない、ね、うん、あのデニムをよく履かれる方は皆さんね体験談としてあのよく理解されてると思うんですけど、やはり伸びるのね、面の、ね、はい、デニムって、はい、ウエストとあの腰回り、はい、伸びるっていうのは少し広くなる、はい、ちょっと大きくなる、はい、で洗濯機で洗うとまた戻るんだけど、これの繰り返しなので、はい、どちらにしても靴と一緒、靴は戻らないけどデニムは戻る、洗濯機で洗うと、うん、なのでぴったりしてても半日一日立ち座り椅子に座ってたりすると、うん、だいたいウエストと腰の周り少し緩くなるから、うん、まあ、サイズはジャストで合わせた方がいいと思う、うん、ちょっと伸びますよ、ね、うん、ウエストはなんとなくちょっと余るかな、うん、そうだよね、ちょっとだけもったいないね、せっかくの感じがしますね、うん、なんか色気が消えるね、そうですね、まるで色気があったみたいだけどシュッと感がね、うん、そう、シュッと感が消えちゃう、うん、なので個人的にはジャストサイズがおすすめかなって思う、うん、なんせあれだね画面越しにっていうか、あのホームページとかね、あの見ていただいてる方たち伝わらないからね、もう事細かにね、そう伝えたいよね、伝えたい本当に、でしかも、うん、ほら今もう一部の方たちはあくびしてるかもね、もういいよって、ね、うんうん、もう分かったからいいよ、うん、そうそう、うん、でも大体店頭にいらしてるお客様は、うん、いる方はもう買われてますから、うん、あとは必要じゃない方のみなんでそうだね、はい、だからライブ見てる方で店頭にいらっしゃるお客様はもういいよって感じかもしれない、ね、すいません、はい、はい、いえいえいえ、あの楽しいのでね、むしろどんどんもっと日常的にねコメントをいただければ、普段のライブでもね楽しい、ちなみにちょっとまだいつかわかんないんですけど、黒黒っていうのも出ますね、あ、そうか、まだもうちょい秋だよね、もうちょっと 秋、うんうん、秋ですね、うん、そうなんです、これがおすすめなんですよ、うん、おすすめ、で、あとブリーチ、うん、オリジナルのブラウスおすすめしないんかい、おすすめのブラウス、うん、はい、オリジナルのブラウス、はい、はいはい、オリジナルのブラウス、はい、まあ合わせておすすめです、はい、はい、そんだけかい、はい、はい、じゃあ、はい、はい、おしまい、どうしよう、うん、延々と語りますね、いやいやいや、結構です、もう、はい、はい、そんな感じで、はい、とにかくおすすめなんで入れ込んじゃったね今日はね、なんせあさってまたねドカーンって、ね、今はサイズ色切れサイズ切れ起こしてるのでね、すごい売り場的にはストレスが溜まってた状態だね、うん、はい、ありがとうございます、どんなだったんだろう、うん、噂のショップ、はい、はい、噂のショップ、噂のショップ、なんせ、はい、もうちょっとね、そう、なんか悔しさ届かず置いてかぶりって感じだけどね、業界内で有名なお店ですからね、うんうん、ちょっとまたじゃあ詳しく教えてください、うん、はい、まあ求める部分が違うんだけどね、そうですね、うん、また詳しく聞かせてください、うん、まあ不器用ながらファッション素敵を追いかけたいね、そうですね、その部分の延長でまたああいうね、ちょっとこうびっくりするような売れてるお店にそちらでも追いつきたい、追い越したいね、そうですね、うん、でもうちのお店なんてライオンかウサギかって言ったらウサギですよね、ウサギ、はい、ウサギかアリンコかって言ったらアリンコ、アリンコです、はい、まあ、とにかくですね、はい、このデニムがおすすめです、はい、了解でしたよかった、どんなだったんだろう、うん、うちみんなのほほんとしててアリンコで、はい、デニムいいなと、あれ嬉しい、嬉しい、デニムめっちゃおすすめなんで、うん、なんか めっちゃ嬉しいね、はい、なんせライブで伝わらない、伝わらない、そうこれだけブログでもライブでも履いてるのに、はい、うん、誰も気に留めてくださらない、はい、おかしい、あ、そうか、おかしい、はい、こんなにすごいのに、はい、だって神デニムって呼ばれてるんですよ、そう神のデニムですよ、うん、もう言っちゃうよ、モッコデニムですとか言って、そしたらみんなもっと嫌がるから本当にこれはおすすめです、うんうん、そうだね、はい、もうあらゆる着こなしに役立ちますので、うん、おすすめです、うん、じゃあ今日はデニム、はい、
推し推しのライブでした。はい、ね、はい、お付き合いいただいてありがとうございました。まあ、いろんな意味で、できること、プロとしてね、できること、また好奇心の延長上に、ま、皆さんの好奇心と好奇心がね、うちの好奇心が重なり合うと、こんな幸せな時間もないのでね。ね、でも本当にその好奇心と、うん、いいものを提供したいっていう気持ちのあれで、うんうんうん、このデニムに出会った時は、うん、やったって感じだったんですよ。いいの紹介できるみたいな。しかもそうお値頃じゃないですか、割ともうね、本当に市場をまれに見る大評判、もう一元の方にこそ余計履いてもらってよく出るんだけど、なんせライブで出ないと全くないんで、はいはい、興味なしって感じなんですけど、はい、そうデニムはい、ね、凝ったデニムにしては12,980円で、わりかしお値頃で、本当にそれこそ2色3色買われる方が多いぐらい、皆様リーズナブルに感じていただける品質の良さですので、はい、白のウエストゴムは白ですよね。あ、白のウエストゴムは白です。その通りです。これで黒でやばいよね。作り手の感じが、うん、はい、白です。今夜よくわかりました。あ、よかったです。まあね、いつでもいろいろ聞いてほしいですね、はい、みんな、もっちゃんねるの土曜日でもね、はいはい、自由が丘店のことき、ライブでもね、あとは、まあ、これだけよく喋りますけど、ファッション、まあ、基本的に何でも対応できると思いますのでね、特にぜひ何でも聞いてください、はい、よろしくお願いしたいと思います。優しいライブでしたって。おバカなライブ。本当です、ね。はい、今日もご覧いただきありがとうございました、はい、注文がない売れないっていうライブも珍しいよね。でもこれでもきっとないかもしれない。ないないない、あるわけない。本を履いてほしいんですけどね、うんうん、なんかこっからね、皆さんの手元に手着まで ね、 ね、お手伝いしたいぐらいだよね。本当ですよ、もう全国うらうら、うん、行きたいぐらい、行くか、回りたいぐらい。そうか、はい。はい、今日もありがとうございました。ありがとうございます。また、次回は、はい、今日も土曜日だから土曜日のもっチャンネルになります、はい、ネタ切れ大丈夫。さすがに、はい、うん、頑張ります。はい、頑張ります。じゃあ行きます、はい、This is the fashion。 ありがとうございました。本当にちょっと伝わったかな、5ミリぐらいね、うん、伝わったかな。でもやっぱり君はその M だと少しやぼったい感じになるね。 M だと逆にこのデニムじゃなくてもいいぐらいになってしまいますね。失礼いたします、うん、KH さん、よかったらしっかりホームページとかね、ブログを見ていただくと、こちらのデニム詳しく説明もしておりますので。 ありがとうございます。皆さんありがとうございます。自由が丘にいっぱいネタあったよ。そう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 。ありがとうございます。らしいです。いろいろあったらしい、うん、あ、本当、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。失礼いたします、はい、ありがとうございます。